会ったその日に特別な存在だと気づいていました。あら、その割には随分と奥手だこと。別に私は会いたい時に会えるわけじゃないけど。愛をささやき合うには近すぎるようですね。あなたのことが好きです。それが私たち兄弟。You're my special. 世界で一つだけの大切な笑顔。君を誰にも渡したくない。Be love survivor. ほほえみはサンライズ心を照らす。君というサプライズ。そばにいる奇跡。この歌が鳴る愛のシグナル。 Everybody fight on新作ゲーム「パンツァー・オブ・ザ・デッド」の情報解禁イベント「午前の部」へようこそ。バルター・シュロイフ役の朝比奈椿です。そしてミハイル・ビットマン役の朝比奈あずさです。今日は最後まで楽しんでいってください。スパイミの野郎、今日は盛り上がっていくぜ。お疲れ。お疲れ様。ほら、君も乾杯しようよ。でも私は部外者ですし。君は妹なんだから十分関係者だよ。お茶でいい？ありがとうございます。どう、楽しめた？俺超かっこよかったでしょ。はい、こういうイベント初めてだったんですけど、ゲーム大好きなので楽しかったです。それはよかった。ちなみに発売はいつなんですか？発売は来年だったかな。詳しくは夏目に聞いておくよ。夏目さん？うん、このゲームの制作あいつの会社だから。そうだ、開発中のロム君宛に送れって言っとくよ。え、本当ですか？任しといて。俺もいるんだけど。あ、まだいたの？つーか乾杯なのに水とお茶かよ。これから午後の部もあるしね。それに重要なオーディションがあるから酒は飲めねえな。重要なオーディション？うん、まだ極秘だからタイトルは言えないんだけど、俺らが声優を目指すきっかけになったアニメの新シリーズ制作が決まって、その主役オーディションがあるんだ。俺らっていうか椿のでしょ。俺が声優を目指してその影響であずさも声優になったんだから同じことじゃん。ツバ兄が声優になるきっかけになった作品って、あのだから極秘だって言ってんだろ。情報解禁まで学校とかで言うんじゃねえぞ。お大切な役受かるといいですね。ああ、でもなんか根拠はないけど自信だけはあるんだ。椿がそういう時は間違いないからね。へえ、ってアズニも受けるんだろそのオーディション。まあね、だけど僕が受けるのは主役じゃなくて主役のライバルだよ。二人がライバルとして共演なんて素敵ですね。でしょ、決まったら君に真っ先に知らせるから、いい知らせを待ってて。はい、ただいま戻りました。
ちー。大丈夫だったか？椿やゆうすけが一緒で心配したぞ。楽しいイベントだったよ。ここお任せしていいですか？明日後半がありまして、その準備をしたいので。はい、わかりました。ちなみに食事を終えたのは渡るだけで、椿とあずさは二人とも仕事で、いおりは講習、るいは遅番で、それぞれ外で食べると予定表に書いてあります。あとの面々は何もないようですが、誰も来ませんね。ゆうすけは一緒だったのでは？ゆうすけくんなら参考書を買うから本屋に寄るって。そうですか。彼もあなたと同じ大学に行くつもりなら、それ相応の努力が必要ですからね。ゆうすけなりに自覚はあるようで安心しました。ふうとくんから？あの昭和アイドルか。年末特番の収録が押して今日は泊まりになった。時間ができたらまた一緒に映画見ようね、可愛いお姉さん。で、フートはなんと？なんか収録が押して今日は泊まることになったそうです。そうですか。今度は電話だ。誰だ？もしもし。もしもし、妹ちゃん。かなめさん。破壊坊主か。今日は妹ちゃんと一緒に夕食食べようと思ってたのに、檀家さんと食事しなくちゃいけなくなっちゃって。そうですか、わかりました。冷たくない？本当は君にあーんってしてほしい。この生臭坊主が寺に引っ込んでる。切っちゃった。しつこいやつだ。もしもし。僕だけど。マサオミさん。あの無害そうな長男か。だが地位に直伝とは不届き者め。あのね、容体が急変した患者さんが出たから帰れなくなってね。でも昨日も泊まりでしたよね。大丈夫なんですか？ありがとう、もう行かないと。マサオミさん、今日も病院に泊まるそうです。そうですか。しかしなぜみんなあなたの携帯に？そういう電話はこれまで私に来ていましたから。では後を頼みます。ただいま。お帰りなさい。他の奴らは？皆さん今日は遅くなるようです。夕飯の準備すぐしますね。頼む。ごちそうさま。世話しないやつだな。気まずいのかな。今外されて試合出られないけど、俺必ずレギュラーに戻るから、その時は試合見に来てほしい。スバルさん、あいつ本気でチーのことを。もしもし。はい。オーディションに受かった？本当ですか？ちょっと待ってください。その役は椿が。でもこの話もう椿には。届きました。椿を見なかった？今出て行きましたけど、何かあったんですか？ただいま。どうかしたのか？下で椿さんとあずささんに会ったんだけど、様子がおかしかったっていうか。あいつらの様子が変なのはいつものことだ。ちー、ところでそれは何だ？これ、夏目さんが開発中のゲームのロムを送ってくれたんだ。ああ、椿とあずさとの三つ子か。パンサーオブザデッド。
戦車を乗り換えながらゾンビあふれる戦場を生き抜くゲームなんだね。悪趣味なゲームだな。ついてこいミハイル、敵陣突破だ。ああバルタ、先導を頼む。ジュリー邪魔だから。おい今しまったようだな。心配するな、その程度の傷、かすり傷だ。すぐ助けを呼んでくる。お前嘘が下手だな。なんかわからないけど、ゾンビゲームで感動するなんて、やっぱり椿さん、あずささん、二人ともすごい。これがプロの声の力か。砂漠エリア何度やっても全滅する。落ち着かないな。ずいぶん早く来てたんだな。待ったか。あ、いえ。やだ、あの人かっこよくない？でも彼女と待ち合わせみたい。え、カップルだと思われてる？顔が赤いぞ、熱でもあるのか？あ、いえ、大丈夫です。ん？まだ何も注文してなかったのか。何にする？あの、今回は私が呼び出したので、ここは出します。いい心がけだ。花からおごらせる気だったら許さないとこだが、いいよ、おごってやる。好きなもん頼め。すみません。で、どうだ、家の方は？はい、4ヶ月経ってだいぶ慣れました。そうか、それはよかった。で、どこで積んだって？砂漠エリアです。雑魚敵は全部倒したんですけど、レベルが上がらなくて、どうしてもラスボスに勝てないんです。ずいぶんとやり込んだな。だが、前のエリアでレベル上げをしておかないと、砂漠エリアは越えられないんだ。なるほど。しかし、お前がクリアできないんじゃ、やっぱ砂漠エリアは修正だな。え、私が基準なんですか？お前ほどゲームに熱を入れてくれるやつって、そんなにはいないんだよ。やっぱりゲームも商売だから、ある程度数を見込めないとな。そんなものですか。ん？あずさ？あずささん？もしもし。まあ俺だけど。え？つばき？いや知らない。連絡？別にないけど。わかった、連絡あったら。なんなんだ一体。どうしたんですか？つばきが昨日帰ってこなかったらしくて、あずさが心配してるみたいで。って、お前何か知らないか？つばきを見なかった？昨日の夕方、つばきさんが出て行って、それをあずささんが追いかけていきましたけど、何かあったんでしょうか？まさかあの件か？心当たりがあるんですか？あ、いや。教えてください。いや、実はちょっと社で聞いた話があるんだよ。アニメの話なんだけど。アニメですか？うちはゲーム会社だけど、声優を使う仕事も多いから、その関係でいろいろな情報が流れてくるんだ。まだ公式発表じゃないからタイトルは伏せておくが、椿が声優を志すきっかけになったアニメの新シリーズの制作が決まったんだよ。その作品のオーディションを受けるって話はお二人に聞きました。そうか。で、その話が出た直後から椿が主役をやりたいって言ってて、今あいつ人気もあるからプロデューサーも乗り気だったみたいなんだが。それならキャストが発表されたら主役は別の声優になってた。結局椿は選ばれなかったんだ。え、なんで？他の声優との声のバランスとかいろいろあるからな。椿さん、あんなにやりたがっていたのに。で、話はまだ終わりじゃないんだ。え？椿の代わりに主役に選ばれた声優ってのがあずさなんだ。え？でもあずささんは別の役を受けるって。オーディションと違う役に決まるなんて珍しいことじゃない。でも二人は兄弟だし、椿さんにとって特別な役ならそんな簡単に割り切れないんじゃ。気持ちはわからんでもないが、そんなことで悩むのもどうかって思うけどな。
選ばれた以上期待に応えるのがプロってもんだ。でもまあ放っておけよ。10代の妹に心配される20代の兄貴なんて様にならねえし。すみません、送ってもらって。駅の近くまでだ、気にすることはない。もう暗いからな。未成年の妹を放り出すなんて真似は兄としてはできないだろう。もう街はクリスマスですね。そうだな。予定はあるのか？いえ、別に。おいおい、女子高生がそんなに寂しいこと言うなって。じゃあ、夏目さんはどうなんですか？あのな、クリスマスってのはおもちゃ屋には一番の稼ぎ時なんだぞ。そんな忙しい時にのんきに休めるはずないだろ。夏目さんだって個人的な予定はないってことじゃないですか。言うね。お前、髪はいつもそうやってアップにしてんのか？え、あ、はい、そうですね、なんとなく。そっか、じゃあ。クリスマスプレゼントっていうには少し早いけどな。当日は何もしてやれないからその代わりだ。でも予定のないかわいそうな妹に、予定のないかわいそうな兄からだ。メリークリスマス、夏目さん。じゃあな、この忙しい時に風邪なんてひいたらたまらないからな。あずささん？ん？ああ、おかえり。こんなところでどうしたんですか？なんとなく部屋にいても落ち着かないから。風邪ひいたらお仕事に響きますよ。困るような仕事なんてないから。でも新作のアニメが。え？あ、夏目に聞いたんでしょう。あの、そのすみません。いや、もういいんだ。どうせあの役は断るつもりだし。え？聞いたんでしょ、僕はやれない。それでいいんですか？椿さんのためであっても、誰かに遠慮して降りるなんて、そんなことは。あんまり好き勝手言うと怒るよ。あれは椿の役だ。でも選ばれた以上期待に応えるのがプロってもんだ。選ばれたのはあずささんです。あずささんは分かってるはずです、選ばれるってことの意味が。それに私、あずささんの声が好きです。だからもういい。どう言われようとあの役だけはできない、絶対にできないんだ。だから降りる、僕はやらない。それに僕が降りればあの役は。あずささんが降りて椿さんが選ばれたとして、なんていうか椿さんは喜ばないと思うというか。そんなこと。喜ばないね。椿さん。椿。ああ、せっかく一晩寝ないでどうやってあずさを説得するか考えたのにさ、最後に出てきて決めてやろうと思ってた俺の見せ場全部取られたみたいな感じ。あずさ、やってくれよ。え？俺他のやつじゃ嫌だから。俺が世界で一番あずさのファンだから。だから聞きたい、あの役はあずさの声で聞かせてくれるか。椿、わかった。サンキュー、あずさ。僕、最高の芝居をするから。当たり前だ、中途半端な芝居だったら俺が許さない。じゃあ、指切りな。ほら、すぐマネージャーに電話しろ。で、決めちゃえ、な。うん。ねえ、俺の残念会に付き合ってよ。まあ正直な話、悔しいっちゃ悔しいんだ。声優目指したのは俺の方が先で、あずさは俺が引っ張り込んだはずなのにいつの間にか抜かれてた。昔からそうなんだよな、あずさの方が何をやっても上なんだよ。同じ卵から生まれたはずなのに。真面目な話、演技はあずさの方が上だよ、俺にもわかる。だから
今回の判断は正しいんだよな。それが分かってるから悔しいんだ。椿さん、そういえば聞きたいことがあるんだけどさ。さっきあずさにあずさの声が好きだって言ったでしょ。じゃあ俺は、もちろん椿さんの声も好きです。演技力とかそういうのはよくわからないけど、どっちが上とかじゃなく、椿さんには椿さんでいてほしいんです。だって椿さんにしかできない役があるはずだから。だから、あ、すみません、偉そうなこと言って。ごめん。でもさ、落ち込んでる男の子が立ち直るには可愛い女の子のキスが一番必要なんだ。ところでさ、さっきから気になってたんだけど、このマフラーってメンズじゃね？しかもさ、デザイン割と俺好みだし、なんかムカつくんだよな。あらあら、兄弟なのに悪い子ね。だけど最後に笑うのは誰かしら。口開けるの？海外生活長かったし一応ね。はい、あーん、もう、あーん、腫れもないし大丈夫だね。でも、でもヒゲが、いやー